はい、今回はこちらエリア2の最後の星座を作っていきます。これはリロイですね。はい、でしょうということでやっていきます。1プレイでスキルを6回使おう。はい、数が少なくて発動しやすいキャラを使うといいと思います。コンスケやオールがベストかな。はい、では行きます。だったら特にアイテム使わなくてもクリアできます。はい、続いてはあ、もう決まってますね。ここ行きます。なぞって12点以上を出そう。チャレンジエルサを使います。
ナーツム、サリーやベイマックス持っているでしょうか。こちらを使っていきます。今回はベイマックス。アリスでもいいんですけど、大きいスムになるのは1個なので、6回スキルを獲得しなきゃいけないので、こちらを動かしながらやるのがベイマックスの方が楽しいなはず。50止まりでした。はい、それがちょびっとだけですね。3分の1ぐらいプラスでボーナスがつきました。これだとあと3回か、全部で4回ぐらいでクリアできそうです。はい、ということでこちらはクリアしてしまいたいと思います。どうしてしまっているのか、なんか一人があるというか。
たいと思いましたが無理でした。まあクリアできたので良かったです。でね、調節できればいいんですけど、Ready?
1回で40個ぐらい消せてたのかな。はい、ということで、おー、41個も消せてた。やったね。テーブルの上に置いてやってみてください。こうやってやってきたら、両手で押してた方が絶対いい。しかも、絶対1個出したときは、2回ぐらいかかるのが良かったりするから。だけ来たということで、4670枚のコインをゲットしました。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。